父おとど母北の方は涙のいたまもいとまなくおぼし沈みて、儚くすぐるひかずをも知りたまわず、おんわざの放牧、おん相続、何くれの急ぎをも、君たちのおん方々と、おん方々とりどりに何せさせたまいける。今日、仏の掟なども、右大弁の君せさせたも、何か何かのおん図形などを、人の聞こえ驚かすにも、我にな聞かせそう。各意味軸、各意味字と思い惑うに、なかなか道妨げにもこそ、とて、泣きように思うし、おぼし惚れたり。父の、父の大臣、それから母が北の方は、涙の絶える暇もなく思い沈んでいらっしゃって、なんとなく過ぎていく日数をもはっきりと自覚なされないでいる。それでも7日目に行われる法要の時にお召しになる法服、恩相続、何かにつけての準備などもおん方々っていうのは男の子供たち、おん方々っていうのは女の子たちですね。君たちおん方々ととりどりに そのお勤めのための技は滞りなくお勤め遊ばすことだった。経やお経や、それから必要な仏の法要のための定まっている道具、準備しなきゃなんない仏像だとか、仏事に使ういろんな道具ですね。そういうものを今日、あるいは仏の掟決まった、供え物、準備しなければならないものなど、右大弁の君せさせたも、両親に代わって弟の右大弁がテキパキと処置なさる。何か何かのお経を読む法事、人の聞こえ驚かすにも、知事の太政大臣の周りの人々がもうほうけたようになっている太政大臣にいろいろとあれも必要でございましょう、こんなふうにもなさらなければなりませんでしょうというふうに注意を促すわけですね。人々の聞こえを驚かす、あれこれと申し上げる、必要なことを申し上げるにつけても我には聞かせぞ、もうそんなことを俺に聞かせるな、こんなふうに
深い悲しみに途方に暮れているのに、さらに色んなことを言って、なかなか道妨げにもこそ、かえってそれが仏へのお勤めの妨げになること、亡くなった本人の往生の妨害になるようなことなるんだ、余計なことを俺に聞かせて心を惑わせる、心惑いをさせるな、そう言って泣きようにおぼし惚れたり、もう正気もないように思いしおれていらっしゃる。まあ知事の太政大臣家の両親の嘆きの様子ですね。で、ここからまた転じて柏木の、妻の形で下ってきていられる二宮とそのお母さんの屋敷の夕霧が訪ねていくところになるわけです。ここでちょっと休みましょう。